はい、窓開けようか。大丈夫、窓の外見とって。かわいいこの家、いつ見ても。かわいい。うん。ピオちゃんってやばいじゃん。ね、ここはね、マザーグースだったんだよ。はい、はい、到着しました。ここはどこでしょう。高原です。はい、ここはマダラオ高原です。ここは私が小学校時代を過ごしたリゾート地。すげえ。はい、やばい、一面が雪。もう懐かしすぎて景色が。ここのスロープで遊んでたりしたんだ。すげえ。寒い。滑るよ、気をつけて。懐かしい。懐かしい旅。でもたった5、6年前なんだけどな。すごい強いね。いい香り。今こうやって登ってきたの、こうやって、うん、今度はここの山の家からこっちに行くの。飯山市の方に。でさっきマダラオ高原ホテルあったの。いいね。なんか山小屋って感じで。そう。でね、来て来て。で、これ。ああ、懐かしいね、それ。そう、この本。本が大好きだったの。かわいいもんね。うん。一番好きなのが、ね。全部違うやつなんだ。そう。このか引っ越しっていうのが好きだから。引っ越し。みんな知ってるかな？これ私が好きだった絵本です。はい。懐かしい。でね、来て。外出れるんだ。うわ、テラス、テラス行きます。うお、すごい。空気が下下がれるんだ。ここそうで、あっちのふもと見えづらいかもしれんけど、あっちのふもとは私が小学校通っていました。すごい懐かしい。初雪だ。わー、なんか固まるやつだ。どっちかというとちょっと湿ってるよ ね。 ね、あれ可愛くない。昔からなんだ。雲広げる。懐かしい。